皆さんこんにちは、なるほど天です。今日も異世界魔王と召喚少女ですね、遊んでいきたいと思います。さあ今日は17日ですか、1月のことこちゃん人形ですかね、入手してキャラアイコンを解禁しようと。あ、累計購入ですか。福袋右上にありますね。お、また明日と。すごいですね、3万6000ダイヤの福袋がありますよ。宝物庫は、あ、受け取れますね。ゼロでも受け取れると。金貨、食料、魔力の章ですか。あ、いいですね。どんどん下に行くほど良くなっていきますよね、やっぱり。何ですか、これ。何ですか、これ。30回も ?30、20ってありますか、10ですか。何ですかね、ちょっと気になりますね。おさわりって書いてますけど。どこで使えるんですか、一体。私持ってないんですかね。ちょっとバック見てみますね。金河信念がまだ余っている。ないですか、文字書いてある、先ほどの。ああ、持ってないですね。持ってたらすぐ一目でわかるんですけど。順位競争、協会戦力順位ですね。お、ナロゾ君が今所属させていただいている、ランキング8位なんですね。いや、嬉しい。会長さんがですね、メンバーの方は、わあ、英雄を召集できるアイテムいただけるんですか。多分これが一番いいですよね。金貨、金貨もあるんですね。あ、私まだ参加できてないですね。さあ、では今回は、探索行ってみたいと思います。そうです。今日まだいらっしゃらないんですよね。美女さん、新しい美女さんが。前回は、海美ちゃんじゃなくて、シルビーちゃんのでしたっけ、お見せいたしましたので、今回は召喚の塔に行って、幸運値は92ですか。さあ、来ますかね。今、どれぐらい、あれですか、いらっしゃるか。ちょっと見えない。味方忘れちゃいましたね。じゃ、行ってみましょう。あー、残念。あと2回しか行けないですね。では、幸運100にして、お願い。あー、ダメだ。おー、めいちゃん。すごい格好されてますけど、尻尾が。尻尾どうなってるんですかね。人間もあれですかね。尻尾が、昔生えてたんですか、生えてなかったとか、いろいろありますけど。どうなんですか。おー、来ました。そんなこと言った上にも、実況なるほど天下召喚の塔で美女ライリーさんを入手しましたと。皆さんご覧いただけますかね、オンラインの方。あ、人間で戦士なんですか。槍の扱いに長けていると。槍使いに見えないですね。剣使いに見えますけどね、パッと見。ライリーちゃん、男勝りライリーちゃんなんですね。ライリーちゃんはそうですね、初めてですね。じゃあ召喚少女さんあれですからね。あ、こちらで見れましたね。同じ方、アリシアちゃんとかもそうですよね。バージョン違いで、レムちゃんとかも、バージョン違いって、あれですけど、シェラちゃんとか、出てこられますからね。あ、メイちゃんたちはあれなんですね。VIP ですね。まあ今のところ新しい方は増えてないですね、追加では。まだ3、クルームちゃんとか300ありますけど、お会いしてないですからね。アリシアちゃんが、これ順番なんですかね、よくわからないんですよね。あ、でも、メヒョウのメイちゃんいらっしゃいますね。もうですから、100の方もメーターですね。お会いしても2しか増えないと。お、ウミミちゃんに変わっている。この前レムちゃんでしたっけ。さあ、では、戦闘行く前に英雄さんレベル上げましょう。あ、ことこちゃん。レベル10上げますか。これで50ですよね。一応、デイリーで、そうですね、英雄レベルアップ、10レベルアップすると、ノルマ達成ですので、毎日10ずつ上げていただいてもいいと思います。あまり気にされない方は一度にレベル上げていただいてもいいですけど。さあ、ブロックはちょっと私いたしませんので、
ではまず遠征クエストのできますか。ここで、捕まえられるかどうかですよね。わっ、この方はお強そうですね。コトコちゃん捕まえられないんですか、まさか。さあ、ではこちらの、あー、やっぱお強いですね。負けてしまいましたか。ではでは、クエストも一つ進めていきたいですね。いや、もう最近寒くなってきましたからね。今、夜のもうすぐ1時ですね。ちょっと夜更かししちゃってですね。明日までお仕事ですので、ちょっと早めに切り上げないといけないですね。でもゲームでお遊びしてたらいつの間にか時間経っちゃいますから。いや、本当に明日学校とか明日仕事っていうのにですね、深夜3時とかまで遊んでしまったら絶望、絶望ですね。ゲーム終わった後に。さあ、教会見てみますか。デイリーで寄付ですかね。クエストはどなたもチャレンジされてないですね。個人貢献は42ですか。あ、メンバーの方20人まで増えるんですね。わあ、すごいですね。アイテム寄付されてる方、高級寄付の方もいらっしゃいますね。さあ、では戦闘行ってまいります。嘆きの沼地ですか。お、まだまだいけそうですね。じゃあ戦闘飛ばしていきます。さあ、中ボスですね。わ、人食いなんですか。怖いですね。お、一撃。いや、サドラさんも強い。さあ、大ボスですかね。やってまいりました。お、レベル22になってますね。まあでもディアブロちゃんだけでいけますか。サドラさん出てきてなかったですね。さあ、嘆きの沼地クリアですね。さあ、戦力も加算されました。イムサトードっていうんですかね。次はここから冷たいエリアですか。さあ、では安心艇に戻りまして、その前にランキングでまだ回収しなかったですね、ダイヤを。さあ、お願い、100ダイヤプラスで、あ、来ました、大成功。キラキラと、キラキラキラですね。懐かしいですね。では安心艇でビデオさんですね。さあ、先ほどのトコマサリライリーちゃん、こちらですか。どうしたんだいと。さあ、頭なでなでしたら好感度増えて、デートでですね、ダイヤ消費多くなっちゃうからあまりできないですけど、さあ行きましょう。おお、大成功。またしたいですと。何をですかね。いやー、男勝りもいいですね。ボーイズビーアンビシャス、少年よ大志を抱けと。いやー、特に意味はありませんが、言ってみた方だけですね。わー、すごいですね。いやー、皆さんそれぞれいいですよね。まだ他の方ですね、ご覧になられてない方、こちら再生リストにお入れしてますので、動画の最後か説明文のところですね、のリンクで、ぜひですね、飛んでいってください。さあ、では期間限定のこちらも回収しておきましょう。たくさんいただきますね。戦力増強ですか。さあ、期間限定じゃなくて先ほどのランキング少し増えましたかね。順位競争の方ですね。金貨消費、あ、175まで上がってますね。ランキング見れますからね。100まで見えるんですかね。あー、100まで、100以内入りたいですね。配下の方レベル上げれば入れるんですけど、あと209もありますからね。これ見れますかね、ランキングでどれぐらい消費してたか。あ、見れますね。100の方は192万ですか。私47万ですから、あ、でも200万消費者247万ですから抜けますね。わあ、どうしますかね。
あと目標で回収できますから、こちらで回収できるの全部回収しましょう。おお、600万。あ、どんどん増えましたね。あ、これ結構ランキングいけそうですね。ちょっともう一回だけ見させていただいて。700万、700万は、あー、この辺50位ぐらい。まあ、あとはこちらのアイテムですよね。50位でしたら、あー、50位がちょうど境目というですね。あー、でも強化薬が一番いいやつですか。武将手に入る、英雄さんの手に入る方がいいですからね、どちらかというと。さあ、裏商店街。あ、あのフレンドの方、また送っていただいてる。ありがとうございます。さあ、ちょっと早く、早めに切り上げないと、私の睡眠時間がなくなっちゃうとですね、もうほんと一日中フラフラしてますからね。睡眠時間、4時間切ると私もうダメですね。皆さんどれぐらいまで大丈夫ですか？4時間切るんでしたら多分私はもう寝ないで起きてた方が、徹夜の方がまだ起きていられそうですね。さあ、左上で、あ、昇格できますね。おー、レベルアップ、魔術師に昇格いたしました。これで何か解放されるのありますかね。多分基本的にもう、あ、こちらは、もうちょっとですか。職位上がらないといけないですね。酒場も、ルシルさんが出されてますね。お、すごい。あ、こんな感じなんですね。しかも満員ですね。そうですね。ダイヤプレゼントして、こちらポイントいただいて、ポイントをアイテムに交換するっていう感じですね。主催者の方はこのダイヤいただけますので、私もいずれ宴会開催したいですね。ケーキとビールですか。2個ずつと。早く欲しい。ではですね、今回の動画以上とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。